観覧観覧ちゃう。ロボットロボットロボットチャンネル、ロボットチャンネル始まるよ。クワガタさんの観覧準備。今日はクワガタさんカップルの観覧準備をしたいと思います。作るけど、もしかしたらまた間違ってたりするかもしれません。優しく教えてもらえると嬉しいです。準備始めるぞ。聴者さんに教えてもらって産卵準備するときはこの口器を水につけといた方がいいよって言われたので一晩つけてました。これを使ってやっていきたいと思います。赤ちゃん生まれるかな。ちょっとママは触れないので僕も触れんなあ。わたりちゃんにやってもらいたいと思います。おおおおおお、ひっくり返ってほしい。口器とあとこの麦の皮、あの滑り止めになるみたいですね。それをダイソーで買ってきました。とりあえずこのけてお酢を探してここに入れてくれる。お酢なんか見つからないので、とりあえずちょっとずつあの土をそこに入れていこうか。はい、出てきました。このクワガタくんをこっちに入れてください。すごい奥前のモブ取ったよな。水につけてた土器をここに入れます。で、この上から土をかぶせようか。あ、そうそう、あの土が多すぎって言ってあの視聴者の皆さんから教えてもらったから、それの半分ぐらいとりあえず入れようか。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ちょっとこれで大丈夫ですか？加減がね、よくわからへんというか、ダイソーで買ってきたクヌギの皮を並べてください。滑り止め的な感じになるらしいです。溶けないよね。エタのやつここに置いてくれる？置いてる。え？後ろにある。ちょっと、じゃあちょっと取ってよ。ここに木を乗せようか。いつも優しくしてくださいほんで、この空いてるところにこれを並べたったらちょっとあの滑り止めになるんちゃうかな。また戻ってきよう。木の下が好きなんだな。で、これでじゃあ餌を入れたら完成です。こんな感じでいいかな。もしもしこれでいやいやここが間違ってるよ、もっとこうした方がいいよ的なことあったらまたコメント欄で優しく教えてもらえると嬉しいです。ヒーハーネルフローレフハーレというわけで産卵準備できました。こちらです。これなんかやっとうちに潜って潜ってなんか裏返ってたけどまた大丈夫これいや今見た時に普通に動いて生きとったか生きとあこの体勢がええんやろか。もうパッと見なんか生きとんかどうかわからんくてこっちが不安になるな。このね、水はこの中に入った。わかるはいいんやけど裏返られるとちょっと不安になるからちょっと嫌やな生きてますか、大丈夫ですかって言いたくなるな。まあまあ今んとこ元気そうなので大丈夫かなと思います。助けてさあこれで卵産んでくれるんでしょうか。近いこの辺だ。クワガタくんびっくりするからパチンはダメです。おっと優しく優しくジェントルメンにお願いします。最後は終わりです。動画おいしい。